ハシマガリチドリは、チドリもクチドリかハシマガリチドリ属に分類される、鳥類。本種のみで、ハシマガリチドリ属を形成する。ニュージーランド固有種南東中央部で繁殖し、冬季になると、北島や南東北部へ北上し越冬する。全長20から21センチメートル。上面は、灰色。下面は、白い羽毛で覆われる。くちばしはやや髪型へ反り上がり。 また右側へ湾曲視聴類では唯一左右非対称。和名、英名ともにくちばしに由来する。くちばしの色彩は黒い。講子の色彩は暗灰色。繁殖期のオスは、額と胸部に黒い斑紋が入る。非繁殖期のオスは、額や胸部の斑紋が灰色になる。繁殖期には、河川敷、非繁殖期には、湿原、海岸、干潟、 半砂漠地帯などに生息する。批判食器には大規模な群れを形成することもある。食生は動物食で昆虫、蜘蛛、甲殻類、貝類、ゴカイなどを食べる。批判食器には泥をつつき獲物を捕食するが、繁殖器にはくちばしで石の下を探り獲物を捕食する。繁殖形態は卵生。7から10月に1回に2個の卵を産む。 私有交代で放卵し、放卵期間は三十から三十六日。娯楽としての狩猟などにより、生息数は激減し、また開発による生息地の破壊によって、生息数の減少が懸念されている。九百四十年代には、狩猟が禁止された。九百七十年代後半における、生息数は五千から七千羽と推定され、九百九十四年における、 生息数は5111話が確認されている。ありがとうございます。